い、皆さんこんにちは。フラワージェムの岸です。10月31日は、日曜日、31日が日曜日って珍しいですね。これで10月もおしまいですね。今日のビデオレターはですね、クリスマスリースのお申し込み状況と、それから今月、フラワーアレンジメントのね、教室でやってきた、お話をちょっと、学びの話をしたいと思います。では始めましょう。まずですね、クリスマスリースなんですけれども、ブログ等をご覧いただいて、もう、結構お申し込みいただいている方もいらっしゃるんですが、すでにですね、満席のところがありますので、このカレンダーを使って、ご紹介したいと思います。11月のですね、20日からスタートするというふうに書いてありますけど、なんか早すぎるのでって言っている人もいるんですが、やっぱり土曜日が人気みたいで、27日の午前中はすでに満席です。キャンセル待ちとブログには書いてありますけど、受けても1人ぐらいだと思うんですよ。なので、我こそはと思う方は、お申してください。それ以外に、は全部、まだまだ余裕があります。午前午後ずっとね、この11月いっぱいリースの、皆さんの作るのをここで一緒に私がお作りしてレッスンという形で、フォローさせていただきますので、作りたい方はぜひご連絡ください。でですね、質問が、いくつかありまして、その中でですね、本当に初めての方から問い合わせがあったのでご紹介したいと思います。リースの、全く初めてなんですけど、どこから作りますかと。わかります？どこからっていうのは、こういうふうに丸くなっている状態で、バツぼっくりとかそういうものをつけていくだけっていうふうに思っている方もいるんですけど、それではお金をいただく意味がありませんので、皆さんに一から、作っていただきます。正直、本当にですね、自分でリースのレッスンとかお教室やりたい人は、レッスンに来ていただければハウツーを全部お見せしてますし、学べますので、来年からは、自分で、地域で、リースレッスンをやってほしいんです。毎回皆さんに言うんですけど、毎回ね、来る方にはもうそろそろ、自分で仕事してもらったらいいんじゃないですかっていう、どうも1年に一遍だと忘れちゃうみたいなので、ここから作ります。この土台ですね。どうやって作るかというと、この、つるが、まっすぐの棒ですね、つるがあって、私の身長ぐらい、こう顎ぐらいあるんですけど、折り曲げてね、この一本延べ棒みたいなものを丸くするところから始めます。これがね、もう何年も来てる方でもどうも最初迷うみたいで、難しいって言うんですよ。丸めるっていう作業は日常生活にないですかね。私がだから本当に自分にとって当たり前になってることをまだまだ分かりやすく伝えられてないんだなと思うので、皆さんに毎年一から、一緒に、教えるというか、やっています。なので初めてですけど心配ですという方も、全く心配ないです。もう何年も来てらっしゃる方も、つるじゃちょっと作っといてって言って、もうじーっとこう匂い出すみたいな感じの人もいるので、一緒にやっていきたいと思います。安心していらっしゃってください。それから、東京ス初めていらっしゃる方は、マイスリッパとか持ってきた方がいいですかっていう質問がありましたけど、もう本当古いビルで土足のまま、床ですね、事務所スペースなのでそのままやってますから、履き替える必要はありません。作業ね、こういうのを本当に、なんていうの、がっつりとほぐしてまとめたりするので、意外とこう体を動かしたりって作業になるので、しっかりと動きやすい格好でいらっしゃってください。館内という街のど真ん中にありますけど、おしゃれしてこないでください、ね。帰りにランチしたいとかいう方もいらっしゃるんですけど、この辺のランチだったら全然分を普通にスニーカーでも入れます、ホテル以外だったら。なのでお友達同士で来ていただいて、帰りにダンス楽しむ方も、足元ねしっかりと、踏ん張れる靴でいらっしゃってください。エプロンも、あった方がいいかなと思います。こういうところにこう針葉樹の葉っぱとかついたりするし、やっぱりこうエプロンしたりするとこうキュッと締めてやる気が出ますよね。なのでエプロンと軍手を持っていただくと作るぞという気分になるので、またね1週間前には皆さんにお申し込みの方にはご案内しますけど、ぜひエプロンを持ってきていただくといいかなと思います。で、もう一つ今日お知らせはですね、この後というか夜になると思うんですけども、10月のお教室のまとめを、書きたいと思います。これはですね、フラワーアレンジメントに興味のある方、実際習ってらっしゃる方、あとデザインかな、
をやってらっしゃる方には共通して、読んでいただけるのに面白い内容になると思います。面白いというのは、興味深いというか学びというか気づきになると思います。それを、後で書かせていただきますのでぜひ見てください。ヒントはですね、まあ、フラワーアレンジメントのことなのでお花の、直径の話です。顔の大きさです。今月はねダリアを使ってアレンジしてきましたけど、ダリアって、普通のバラよりも圧倒的に花がでかいですよね。顔を隠れちゃうぐらいあるのダリアもありますけど、ちっちゃなダリアでもこのように大きいんです。この花のですね直径、顔の大きさっていうのはフラワーアレンジメントの形を作るとき、まとめるとき、花束もそうですね、とっても大事な要素なんです。それから、もう一個大事な要素があって、花の座高って私は言うんですけど、私の顔で言うと直径ってこの鉢っていうのはね、この横もそうですけど、この大きさと座高はこの顎から頭の長さですね。バラはそこそこ座高があります。この額がついているところから上まで、ちっちゃなバラでも3センチぐらいはあると思うんですよ。ところがダリアってものによりますけど、このダリアは大きいからバラと座高は同じぐらいですね。ところがダリアって座高ってどこっていう感じですけど、必ず前向いて咲いてるんですよ。つまりとても扁平なんですね。花としては扁平、薄っぺらい花です。同じように、アンスリウム薄っぺらい花です。横から見てもペラペラの感じ。こういうね座高の違いと顔の大きさの違いっていうのを、意識していただくと、アレンジメントはとてもまとめやすくなります。配置ですね、逆に言うと最後に、ブーケとか、ギフトで使ったこのプロテアなんかは、座高がすごく長いです。私の手のひらぐらいのこの長さの、つまり顔ぐらい座高があると。この座高の高さと、例えばアンスリウムみたいなペラペラの座高のもの、どうやって考えたらいいのかと、これをですね、ブログの方に今日の今月のまとめとして、上げさせていただきますので、興味のある方はぜひ見てください。ということで、今日はですね、クリスマスリースの予約状況と、それから今夜、上げさせていただくフラワーアレンジメントを、まとめやすくするための、考えなきゃいけない2つの大事なことについて、予告させていただきました。これいろんな方が、ね、見てらっしゃると思うんですけども、これから先2ヶ月ぐらいはですね、クリスマスに向けてまた、一つ一つ、一からですね季節のお話とか勉強し直したいと思っていますので、皆さんと一緒に、お花に興味のある方はぜひご覧ください。簡単ですけど、今日はこれで終わりにしたいと思います。ではまた来週お届けします。さようなら。